そして今ね、そんなプレーが行われているこの F リーグなんですけども、これ今12チームとおっしゃってましたけど、はい、12チームが年間何試合ぐらいこれ今やってるんでしたっけ？12チームが、総当たり3周やってるので、まあ、各チーム33試合か、はい、やって、その後プレーオフっていうような形ですね。結構ね、試合数もありますけどね、はい、まあ、ほぼ毎週っていうような。あんなに体に悪いスポーツをそう言われますけどね。じゃあさっきも話してました怪我多いじゃないですか。実際やっぱ怪我しますよ。僕スポーツの専門家と見てみてもやっぱ怖いなと思いますもんね、うん、よっぽどフィットネスが強くないと、使い方もそうですけど、やっぱり怪我、素人の人があんまりあんな一生懸命やったら怪我しちゃうから。そうですね、日々練習はしないと持たないと、うん、いうことです、はい、まあ、プロはね、うん、やっぱそこは違いますよね、はい、そして、まあ、これを見てる方でも、なんかそんなんだったら F リーグ見に行ってもいいかな、意外とあちこちでやってますから F リーグ見に行っていただきたいんですけど、その F リーグを見に行った時にどういうところを見たら面白いかなと思って、どうですか、どういうところを今まで自分がやってるとか、やってない人もいらっしゃると思うんですけど、 F リーグ見に行きました、まあ、選手もあんまり分かってないかもしれない、でもとにかくこれ日本の頂点のリーグだよね、見に来たらどういうところを見てほしいですか。そうですね、多分スピードの さっきおっしゃってたと思うんですけど、このスピードのこう切り替えの速さというか、スピーディーな展開っていうところがまず何より楽しいかなと思います。ちょっと目を離せたら点入ってたりとか、休む暇ないですか、休む暇ないんで、すごいそこは魅力的ですし、サッカーで一番こう見てて面白いペナルティエリア付近の攻防とかシュートシーンとかっていうのがかなりたくさんあるので、魅力の一つかなと思います。そうですね、サッカーだとどうしても真ん中のパス回りでちょっとこう、お箸を動かす時間があるんですよ、うん、フットサルこの間豚丼食べてたら、豚丼食べてる間にもうゴールが決まってるそういうのってあるじゃないですか、サッカーのタイミングあるじゃないですか、はい、今ビール飲めるぜみたいな、ビールは飲めないですよ、忙しくて。そうですね、だからサッカーのほらゴール前の攻防ですよ、孝太郎言ったように、うん、あれをずっとやってるわけだからね、はい、繋いでこう時間稼ぎというよりも、なるほどなるほど、点取るために攻めてる側がやって、そこを一番点取られたくないディフェンスの方で相手チームが守る、奪ってしまったら今度はすぐゴール前で攻撃に移れるっていうね、ペナルティエリア同士がガンってくっついたような、なんかくっついてるようなもんやもんな、うん、そうですね、なるほどね、そのスピーディーさ、あとなんかなんかこう F リーグやっぱここを見ろみたいな、これ僕がもう引退している立場なんであれなんですけど、もし選手だったら自分を見てもらいたいなっていうのがやっぱりあるので、うんうん、でまあ、フットサルだとボール回しだったりそういうのが、まあ、非常に多いんですね、はい、でそこで どの戦術がいいっていうのをいきなり見るのって、まあ、例えば女性の方が来られてみるのって難しいじゃないですか、はい、なので例えば、まあ、稲葉君なんかそうなんですけど、ドリブルが得意な選手なんで、そのボールが彼のところに入った時はボール回しじゃなくドリブルの選択もあるんですよ、うん、そうするとどちらかというと今までこう目まぐるしくこうやってたことがいきなり彼のもとにボールが入った時に、そうするとこの観客がみんなこう注目する瞬間ってあると思うの でそこで逆にプレッシャーをかけるんですけど、そこで相手をかわしてそのゴールをもう一番ゴールですよね、できれば一番いいですし、まあそこでかわしてチャンスを作る、そういったプレイヤーを見つけてもらって、まあ大体情報ってあると思うので、はい、何がいいか、ドリブルが得意な選手を一番最初にマークしていくとちょっとそういうの面白いのかなっていう、うん、逆にディフェンスが得意な選手もいるんですけど、うん、初めてでディフェンスの得意な選手を見てもね、クロート好みになってきますもんね。確かにね、初めて見るとボールがさっきも言われたように早いじゃないですか、ちょっと展開が早いんで、こう追ってる間にもう何が何だか分かんなくなるんですよわかります、多分選手の皆さんは慣れてるから当たり前なんですけど、はい、観客で慣れてない観客はボール見てると何が何だか分かんなくなるいつの間にか あの人いなくなってるとかありますよね、はい、ありますよ、あります、あります、交代してるとか追うだけで忙しいんで、うん、なるほどね、ある程度選手にもそうちょっとこうポイントを置いて見てみると、はい、そうですね、やっぱり長くボールを持つってことは勇気が逆に言えば必要じゃないですか、なるほど、そういう選手をちょっとチェックしてみると、うん、
ということは次の試合で入間さんはそういうプレーをするとするってことですね今そういうことを言われたと思ってます、うん、というプレッシャーをね、はい、かけていただいてますけど、あとどうなんですか、この実際、今ちょっと僕個人的なあれだけまだね、F リーグってのはまだ J リーグに比べたらまだ歴史も、ね、浅いですし、はい、まだまだこれからだと思うんですけども、実際どうなんですか、こう実際現役、今まさに現役でいらっしゃる、はい、こう J リーガー、まあ今現役じゃないんですけども、はい、現役の J リーガーとも、はい、当然、ね、一緒にプレーをしたりとか、はい、ある程度こうお付き合いもあると思うんですけど、はい、J リーガーと F リーガーって何が違うんですか。ですね、年収じゃない、ね、違いますよね、年収違いますね、うん、絶対乗ってくる車違いますね、そこはしょうがないな、はい、うん、これ当然だってリーグの熟成度が違いますからね、うんうん、でも将来逆転するかもしれないし、うん、ね、人気の度合いによっては、はい、それはブラジルとかな、他のスペインとか、うん、当然フットサルの選手で超高額もらってる選手っているもんね、そうなんですね、うん、じゃあやっぱり将来的にはもっとフットサルの F リーグの価値を高めてやるぜっていうのはやっぱ思いとして、いやもう常にそこは自分の人生の課題というかぐらいフットサルをもう一個ステージを上げたいなっていうのはすごい考えていて、彼らはすごい考えてると思う、うん、あの実際にもうね、坂根さんあたりもう引退されて、はい、孝太郎だってまだ現役やってるけれど、そろそろ引退だって近い、だけど彼らが日本フットサル界を今後どうしていくのか、そのために自分がどうやって関わって社会に認知されるようにステータスを上げていこうかということは多分普段から彼らの言動を聞いていると伝わってくるから、うん、すごい恵まれた先輩たちにフットサル界は支えられてるなっていうので、僕は個人的にこうやってハワイに行くようになってフットサルの選手と関わるようになって強く思ってます、はい、それは素晴らしいです。だから素晴らしい、ありがとうございます。ぜひ僕らは何必要なんですか、今からこのフットサルがもう一段上がるためには。たくさん要素あると思うんですけど、まずはフットサルを選手たちが面白いプレーをして、うん、見に来ていただいたお客さんが楽しいって思って友達連れてこようと思ってどん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 増えていく、でお客さんが増えるっていうのが、まあ、一つだと思うんですけど、あとはやっぱりプレー人口ですよね。僕らみたいに競技で思いっきりやるフットサルじゃなくて遊びのフットサルもたくさん、フットサル場もたくさんありますし、こうミニサッカー感覚でいいのでフットサルってものをたくさんやっていただいて、そこに F リーグがつながっていくような、なんかこう働きかけだったり動きだったりっていうのができていくと広がっていくかなと僕は思って、見る人とする人と両方増やしていかないといけないですね。坂根さんはどうですか。僕はちょっと時間がかかることなんですけど、やはりフットサルを幼少にそのブラジル、スペイン、イタリアとかそういう環境ってやっぱりあるので、そこからサッカー選手として、活躍する選手を、先ほど言った J リーグでもそうですし、それが海外でっていうところもそうですし、そういうものを結果として作っていかなければいけないかなっていうものが僕の中にもあって、で、最近で言うと久保選手がレアル・マドリードに話題ですもんね。で、そういう部分もあるじゃないですか。で、彼が、ね、そのフットサルをやってたっていうところではないのかもしれないんですけど、ヨーロッパで活躍している選手たちは要所に、ネイマール選手とかそういう選手はもう要所にもうフットサルをやっていて、そういうことができている。で、たまたまその久保選手のそういう、レアル・マドリードの練習を見てたら、我々が日本代表の時に、今からでいうと15年ぐらい前の話なんですけど、その時にやったパス練習をレアル・マドリードがこう今やってた、練習でやってるわけですよ、はい、でそれはスペインの良さなのかもしれないんですけど、フットサルをサッカーにこう入れるというか、でレアルにもそのフットサルの代表の監督って関わってるんだっけ。ああ関わってます ね、 そうだよね、確かに、はい、そういうのもあったりとか、あとは、スペインのサッカーの代表にはフットサル の、 スペイン代表の監督がそこに関わっていたりとか、うん、そういう関係性をすごく持っているので、うん、なるほどなるほど。じゃあその今で言うとサッカーとフットサルがいい意味で補完し合うとか、うん、いい意味でサポートし合うみたいな関係値ができてくるともっと変わってくるんじゃないかな、うん、もっと重大さ認知度は高まりそうですよね、うん、でフットサル出身だとさっきおっしゃられてたネイマール、はい、あとはコウチーニョとか
マルセロ、イニエスタとか、あと、まあ、そうそうたる選手がいるわけですよね。そうそうロナウジーニョもそうですし、ペレとかもみんなフットサルやってたみたいで、メッシもクリスチャーノなどもみんなちっちゃい頃フットサルやってたっていうのを結構メディアでも話していて、やっぱりちっちゃい頃のそういう技術だけじゃなくて頭のこう考え方とか判断の戦略のね判断スピードとかっていうところまで結構プラスになるので、そこはぜひこう日本でもね、スペインリーグでもあのサッカーの監督がテクニカルコーチでフットサルのコーチを一緒に動かしていたりとかしてるみたいなので、そういう意味ではまさに坂田さんの今ねフットサルもやりながら J リーグの関与で多少関与される、そういう立場が非常に重要になってくるってことですね。うん、まあそうなる、なるように、ね、はい、今逆にプレッシャーかけないんですけどぜひでもねこれからはフットサルもね F リーグも、まあ、そういう意味では皆さんに注目していただきたいですよね、はい、ありがとうございます。